海と日本プロジェクト in 徳島。ペットボトルやロープを加えるタイ、ビニール袋をつかむタコ。こちらは瀬戸内海環境保全推進ポスターの募集で最優秀賞に輝いた作品です。このポスターを描いたのは県内の中学校で美術の先生として働く清重育子さんです。幼少期から絵を描くことが好きだった清重さん、5年ほど前から賞を取って喜ぶ母の顔が見たい親孝行にと、さまざまなコンクールへの応募を始めました。清重さんはこれまでにも海に関する作品で賞を受賞しています。なぜ海にまつわる絵を描くのでしょうか。今回最優秀賞に輝いた作品についてお話を伺いました。いろんなものに絡まって生き物が食べ物が食べられずにいる姿とか、そういった写真を見て、プラスチック問題、これが身近な問題だっていうところ、海の中では生活できても外の世界では生きていかれない生き物たちがあえて外に飛び出すっていうことで訴えることを表現しました。小さい子供から年寄りまで、見ても分かるようにアニメチックに表現しました。この作品に込めた清重さんの思いとは。海の環境問題っていうことに少しでも関心が持ってもらえたらなと思います。海と日本、今日も見てくださりありがとうございました。 Facebook、Instagram、Twitter、チャンネル登録よろしくお願いします。